404です。今回はこちらです。2月21日よりキュンオンラインストアにて最終カッコ仮価格改定が行われております。今回はそちらで購入したものと、もう一つそちらとは別に購入したものがあるので、こちらも見ていきたいと思います。まずは最終カッコ仮価格改定で購入したものから見ていきます。はい、こちらでございます。スニーカーを購入しました。この箱からおしゃれですよね。大きなウサギが印刷されています。サイドにはキューンのロゴが印刷されていますね。こちら定価 19,800円が9,900円になっていました。半額ですね。いやー、この箱いいな。では中を見ていきますか。お、なんだこれ。あ、収納袋ですね。大きく漢字で靴と書かれてあります。インパクトありすぎですよね。下の方にはキューンのロゴが入っています。裏面は無地です。この袋だけでも嬉しいですね。あ、すごい、箱の耳だって。こっちののは何だろう。まだある、穴って書いてありますね。あー、こっちから覗けるわけですね。反対側はないのか。ここにもありました。なんで犬なんだろう。え、まさか箱の裏にも何かあるのかな。あった、箱の裏と書いてあります。遊びがすぎますね。なかなか先に進ませてくれませんね。では気を取り直して本体を見てみましょう。やっとだよ。おー、かわいい、ウサギがいっぱいですね。では近くで見ていきましょう。まず一番目を引くのがこのウサギのプリントですよね。すごい数。でも犯罪者のように目線が入っています。面白い。全体的にグレーの落ち着いた色味なんですが、つま先やサイドに黄色が入っているのでポップな感じになっていますね。ソールの部分にはキューンシューズとプリントが入っています。かかとの部分にはかかととプリントされたパッチがついています。中にもウサギがいて、インソールとプリントが入っています。見えないところにもこだわりを感じますね。ベロの裏はこんな感じ、メイドイン台湾です。靴底はこんな感じ、ちゃんとしたスニーカーですね。靴紐が2つついているので気分によって使い分けができますね。はい、靴紐をつけてみました。無難に白をつけようかなと思っていたんですけど、黒もいいですね。締まって見えるし、心なしか可愛さがアップするような気がします。こちらのスニーカーはネイビー、グレー、レッドと3色展開になっています。私が購入したのはグレーなんですが、ネイビーの場合だとこのグレーの部分がネイビーで、つま先とサイドのライン、そして靴底がレッドに。レッドだとこのグレーの部分がレッドで、つま先とサイドのライン、そして靴底がブルーになります。サイズは S、M、L の3つで、サイズによってはまだ購入できるので気になった方はチェックしてみてください。ではもう一つの方も開けてみましょう。あ、すごい、ちゃんとショッパーもつけてくれてる。これは嬉しいですね。こういう心遣いは本当にありがたいですね。そして購入したものはこちらでございます。クソジジイジップアップパーカーです。左胸の部分にはウサギがプリントされていて、クソジジイと書かれています。こちらは先日紹介した2020年デザインのクソジジイ T シャツと違って、クソジジイ表記になっていますね。裏面はこんな感じ。
前面と同じデザインのものが大きくプリントされています。そしてパーカー部分をめくると赤いピロピロがついています。ピロピロピロと書かれていますね。そしてチャックを開けるとこんな感じになっています。フードとの境目に赤いテープが使われているんですよ。パイピングテープっていうのかな。ウサギとロゴでいっぱいです。中は起毛生地なんですが、薄手の生地なので春先にはちょうどいいんじゃないかなと思います。こちらのジップアップパーカーは定価9350円で購入したんですが、キューンオンラインストアで購入したものではありません。こちらはホームズというキューン商品を取り扱っているサイトで購入しました。ホームズではキューンの実店舗に行かないとなかなか購入できないものも販売していたりするので、近くにキューンを取り扱っているお店がない方にはおすすめのサイトとなっています。ちゃんとキューン公式サイトにもホームズのリンクが載ってあるので安心してお買い物ができます。気になった方はこちらもチェックしてみてください。というわけで今回はスニーカーとクソジジイジップアップパーカーを紹介しました。どちらの商品も気になっていたものだったので無事に入手できてよかったです。これから春に向けて活躍してくれるアイテムだと思うので大事に使っていきたいと思います。皆さんも新年度新生活に向けてキューンのグッズで気分を上げてみてはいかがでしょうか。面白いアイテムがいっぱいありますし、キューンオンラインストアでは7周年のアイテムも登場していますので、ぜひチェックしてみてください。今回は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。